通常のスケートとスラップスケートの構造概念を比較した図画化とを話したところ、スラップスケートまたはクラップスケートはスピードスケートで使用されているスケート靴の一様式である。ただし現在ショートトラック競技では使用が禁止されている。通常のスケート靴は靴本体とブレードが完全に固いましめされ形状が不可変であるが、 スラップスケートではブレードが靴本体に接する2点の一方である足先は蝶つがを介して接合されており、もう一方のかかとは非接合であり、足先の蝶つがを支点に自由振動するブレードが靴側に戻ると規制位置へ誘導するソケットになっている。ブレードはバネジ掛けで靴本体方向への復元力が絶えず働いている。この機構により、 サイドキックが伸びしく力が足先に集中している。領域においてもブレードは前兆の中央付近が表面と接しているため足を戻す瞬間まで出力伝達が続き高効率である。1985年にオランダのバイキング社が開発し、クラップスケートの名称で実用化した。オランダ語のクロップは打ちつけるという意味である。 競技会では長く皆会議的であったが、1997年の欧州総合選手権でトニー・デ・ヨングがこれを使って優勝したことを皮切りに、一般に入手可能な既製品でもあるため中長、距離選手、続いて女子短距離選手へと急速に広がった。男子短距離選手は主に合成の問題から、使い始めたのは高合成な製品が実用化された。 長野オリンピックの直前である。東オリンピックでは情報不足だった北朝鮮選手を除く他すべての選手がスラップスケートで出走した。ありがとうございます。